テオドールでブライにより1598年に描かれたインディアンの子供を犬に食わせるスペイン人の創造図。彼の作品は80年戦争における反スペインのプロパガンダの影響を受けている。黒い伝説はスペイン帝国の評判を貶めることを意図して、同国を悪の存在として描いた客観性を欠いた歴史的資料、またはプロパガンダである。黒い伝説はもともと 16世紀のヨーロッパ、植民地主義の激しい対立の最中に作成された、ものである。最初に、これを伝説であると解説、批判したのは、1914年に公開された、ジュリアン・フーデリアスの、著書ザ・ブラック・レジェンド・ンド・ザ・ヒストリカル・トゥルースであり、同著ではなぜ私学史において、スペインの歴史に、このような深いネガティブなバイアスがかかってしまったのか。 なぜ性の側面が無視されてきたのかを説明した。こうした反スペインの間違った歴史を指す言葉として、フーデリアスは新たに黒い伝説という造語を作成した。後に他の研究者も彼の考えを支持し、歴史家のチャールズ・ギブソンは1958年、スペイン及び、スペイン帝国は歴史において事実を超えて残虐で偏屈で、 作種的でかつ独善な存在として扱われていると語っているフーデリアスは実著において黒い伝説を以下のように定義しているザエンバイロメントクリエイテッドバイザーファンタスティックストーリーズアバウトアワーホームランドザットハブシーンザライトオブパブリシティンオールカントリーズザグロテスクディスクリプションスザットハブオールウェイズビーインメイドオブザキャラクターオブ Span as as individuals and collectively, the denial or at least the systematic ignorance, of all that is favorable and beautiful, in the various manifestations of culture and art, the accusations that in every era have been f r a m e against Spain, Julian f u e l i u s La Legenda Negra, Philip Wayne Powell も、また、彼の著書ツリーオブヘイトにおいて、黒い伝説を、こう定義している。 アンイメージオブスペインセルキアレイテッドスルーレイト 16th century Europa, オンバイミーンズオブポリティカルアンドレリジェスプロパガンダザットブラックエンドザキャラクターズオブスパンアーズアンドゼアールラーツサッチアンエクステントザットスペインビケームザシンボルオブオールフォーセスオブリプレションブルータリティレリジェスアンドポリティカルイントレランスアンドインテレクチャルアンドアーティスティックバックワードネス ほうざんねクストフォーセンチュリーズ、スパンアーズ、ハブタームドディスプロセスザイメージザットリザルテッド、フロムイットアズ、ザブラックレジェンド、ラレジェンダネグラ、フィリップ・ウェイン・パウェル、ツリー・オブ・ヘイト、フェルナンデス・ワルバースはまた、黒い伝説をより幅広く定義している。ザ・ケアフル・ディストーション・オブ・ザ・ヒストリー・オブ、エーネーション、パーパトレイテッド・バイ・ツ・エネミーズ、イン。 オーダーツーベターファイトイット、アンド、A ディストーションアズモンストロースアズポッシブル、Wiz the goal of achieving、A specific aim,The moral disqualification of the nation, whose supremacy must be fought in every way, possible, アルフレード・アルバー、ダレジェンダ・ネグラ白い伝説は、黒い伝説のタイミングをとして、歴史家により用いられる語句で、黒い伝説に対抗するあまり、 スペインの植民地化に対して無批判や理想化をしてしまうことを指す。この語句は特にフランコ政権期のスペインにおいてナショナリズムに基づいた歴史観を説明する際に用いられる。ベンジャミン・ケインらは、例えば、ジョン・フィスケやルイス・ハンケをスペインの歴史を過度に理想化しすぎていると批判している。ありがとうございます。